おめでとう。実に見事な勝利だったね。そんな。ラストバトルだ。見させてもらったよ。ヒースクリフ。生きて。身構えないでくれたまえ。君たちにお詫びをしに来たんだ。詫びだと。ここまで何の説明もしないでいたこと、本当に申し訳なく思っている。なぜそんなことになったのか、そしてなぜ私が生きているのかを君たちには説明しなければならないだろう。75層でキリト君と戦っていた時に発生したシステム障害が事の発端だ。あの時、この世界を制御しているカーディナルシステムに予想外の負荷がかかってしまった。負荷の要因の一つは、プレイヤーの負の感情によって引き起こされたエラーの蓄積。君たちがよく知っているであろうメンタルヘルスカウンセリングプログラム、MHCP 試作2号、コードネームストレア。彼女はこの世界のプレイヤーたちが抱える負の感情に対処できず、次々とエラーを蓄積していき、やがて抑えきれなくなった膨大な量のエラーがカーディナルシステムのコアプログラムに流れ込んできてしまった。ユイの言っていた通りか。そして負荷の要因のもう一つが、スゴー君たちによる外部からの干渉だ。外部干渉という例外的状況の対応にカーディナルシステムの処理能力の多くを割かなくてはいけなくなった。この二つの出来事が想定外の負荷を引き起こし、カーディナルシステムの一部が暴走するという結果になってしまった。システムの暴走という非常事態により、私は自動的に管理者モードに移行。キリト君との戦いの最中にあの場から消える形となってしまったんだ。一刻も早くこのことを伝えたかったのだが、その後も不具合の対応に追われてしまってね。こうして君たちの前に出てくるのにかなりの時間を費やしてしまったというわけだ。つまりあの時勝負はついていなかった。そういうことになる。それにしても君たちには本当に驚かされた。スゴー君の予想外の動きに対しても君たちは見事に対応した。やはりゲームの運営には想定外の事態がつきまとうものだな。それが面白いとも言えるのだが。当たり前だ。これだけ人間が深く関わる世界で全てが思い通りになると思うなよ。もちろんその通りだ。しかし私の思い通りになることもある。例えばゲームクリアの可否。この後に及んでクリアさせないなんて言うつもりじゃ。それはない。これでもフェアプレーを心がけているつもりなんだがね。君たちは間違いなく100層のボスを倒した。本来の想定とは違うイレギュラーなボスではあったがね。もちろんイレギュラーだからといって君たちの勝利を取り消そうなんていうつもりは全くない。そもそも最後のボス戦に遅れたのは私の方なのだから。改めて賞賛を贈ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。気に入らないな。数々の非礼は詫びよう。約束をたがえたのはこちらの責任だ。そうじゃない。あんたはさっき百層のボスをイレギュラーだったと言ったよな。百層のボスは私が受け持とうとしていたからな。俺たちはこのゲームを SAO を2年以上プレイし続けてきた。文字通り命を懸けてな。そのゲームのラスボスがイレギュラーな存在だっただと、それはプレイヤーに対する裏切りってもんなんじゃないのか。つまり君は無謀にもこう言おうというのか。本来のボスと決着をつけさせろと。
今、俺が心の中で思っていることを言えと言われたらそうなるな。とはいえ、もちろんみんなを巻き込むつもりはない。百層のボスを倒したことは間違いないんだ。俺以外の全員をログアウトさせてくれ。その後、俺と勝負してほしい。ちょっと、お兄ちゃん？何言ってるの？クリアできたんだから、一緒に現実世界に帰ろうよ！すぐ、すまない。けどこれは俺なりのけじめのつけ方なんだ。今ここでヒースクリフを倒さずにゲームをクリアしてしまったら、俺は現実世界に戻ってもきっと SAO に縛られたままだろう。心をアインクラッドに残したまま現実世界に帰っても虚しいだけだ。え？そんな。大丈夫。すぐよりほんの少し帰るのが遅れるだけだ。先に帰って夕飯でも作って待っててくれよ。いや、すぐ。お兄ちゃんとまた離れ離れになるなんて絶対に嫌。お兄ちゃんが残って戦うなら私だってそうする。何言ってんだ。俺も乗るぜキリコ。本当のラスボス倒してアインクラッドに蹴りつけようや。私も乗るわ。この決着、蹴りをつけなきゃならないのは私。クライン、シノ、みんなの命まで危険にさらす必要はない。私だってこのゲームにはあんたと同じだけのプレイ時間を費やしてきているんだからね。ここでしっかり終わらせないと費やした時間が無駄になる気がする。よし、私も残ります。キリトさんを残して自分だけ帰るなんてできませんから。キリトさんと一緒に現実に帰るんです。リズ、シリカ、私も一緒に戦うよ。他の人と比べてキリトと過ごした月日は短いかもしれないけど、私はキリトからいろんなことを学んだの。その中でも一番大切なことが困難に立ち向かうための強い心なんだから。うん、みんなが笑顔のハッピーエンドを迎えられるように頑張らないとね。大丈夫だよ、キリト君だって負けるつもりないんでしょ。それはそうだけど、みんなで心を一つにしたら絶対負けない。私たちって最高のパーティーメンバーだって、そう思わない？アスナ、やれやれ、保護者として俺も付き合う必要がありそうだな。エギル、みんないいのか？うん、決意は固まってる。キリト君についていくよ。うん、人の意志というものは本当に面白い。私はこの光景が見たくて SAO を作り上げたのかもしれないな。そのあんたの作ったこの世界を今ここで俺たちが終わらせる。よろしい、ではかかってきたまえ。正真正銘のラストバトルを始めよう。キリト君やみんなと必ず元の世界に戻る。だから絶対に負けない。ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しい。望み通り決着をつけよう、キリト君。キリト君、
までさせんとは。見事だ、キリト君。イースクリフ、これほどまでに鮮やかに勝利を収めるとは私の想定以上だ。さあ、アインクラッドの最後のボスは倒された。君たちが勝利者だ。これから順に君たち全員が元の世界に戻っていく。イースクリフ、私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者の権限でこうして君たちと話をしているが、ここで SAO のルールを自ら破っては私にとって唯一の現実であるこの世界を否定することになってしまう。ここでお別れだ。君たちがこの世界に来てくれて本当に良かったと思っているよ。私の無双の中で君たちは真剣に生きてくれた。確かにここはゲームの中の世界だ。それでも俺はここも一つの現実だったと思っている。そう思ってくれるのか。ありがとう、キリト君。ただいまよりプレイヤーの皆様に緊急のお知らせを行います。現在ゲームは強制管理モードで稼働しております。すべてのモンスターおよびアイテムスパンは停止します。ゲームはクリアされました。ゲームクリア、これで本当に私たち、これって浮遊城全体が壊れ始めてるんじゃ。シリカちゃん、光ってる光ってる。光ってるって、なんか景色がぼんやりしてきます。消えちゃった。大丈夫なのかよ。おい、強制転移させられたみたいだけど。おそらく現実世界への転送が始まってるんだ。じゃあ長かった SAO での日々もこれでもう終わりなんだね。でも本当にこれでクリアなのかしら。いまいち実感が湧かないっていうか。ボスには手こずらされたが、それでも幕切れとしてはあっけないもんだったね。そうね、この世界がなくなっちゃうなんてやっぱりなんだか寂しいわね。うん、自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日々を楽しんでたんだなって思う。ああ、俺も同じ気持ちだ。キリト君、ほんといろんなことがあったね。キリト君と一緒に戦って泣いて笑って、ゲームの中なのにここで過ごした時間が今までの人生で一番生きてるって感じた。俺もそうだよ。本当にいろんなことがあった。私たち現実に帰っても変わらないよね。この世界で君と作った絆は本物だって信じているから。当然だよ。現実に戻ったとしても俺の気持ちは変わらない。俺は変わらずアスナが好きだ。ありがとう、キリト君。私も好き、愛してます。現実に戻ったら真っ先に会いに行くよ。待ってる。
ずっと待ってる。でもあんまり遅かったら私から会いに行っちゃうかもよ。どうしたんだ？ううん、よく考えてみたら、私キリト君の本当の名前を知らなくて、それなのにこんなに好きで愛してて、ネットゲームっておかしいなって思ったの。ああ、確かに現実とはいろいろ順番が違うからな。教えてほしいな、現実世界で呼び合えるように。俺はキリガヤカズト。あ、年齢は16歳だと思う。キリガヤカズト君、私は結城アスナ、17歳です。カズト君、本当にありがとう。君と過ごしたこのかけがえのない時間は絶対に忘れない。現実に戻ってからも二人の思い出を作り続けよう、アスナ。何が起きたんだ？ここは一体。ここは誰だ？うわ、女の子、こんなところに。僕はユキ。ねえ君、ここはどこ？どこって、それは俺にもわからない。アインクラッドであることはおそらく間違いないけど。アインクラッド？おいおい、ここにいるのにまさかアインクラッドを知らないのか？ユイと同じ AI なのか？でもそういう風には見えない。ごめん、そうみたい。もしかしてここは VRMMO の中なのかな。本当に何も知らないみたいだな。シノイやスグと同じく別世界から飛ばされてきたのか。ここはソードアートオンラインの中だ。ソードアートオンラインって、あの出られなくなっちゃうゲーム？ああ、でも多分大丈夫だと思う。どうして？さっきクリアしたからさ。もしかして君が？まあ俺もいたけど、仲間たちと一緒にが正しいかな。そっか、すごいんだね。俺はキリト。キリト、すごいんだね、キリトは。はあ、なんだかワクワクするな。あの SAO をクリアした人が目の前にいるなんて。それほど大したもんじゃないよ、ユーキ。悪いやつじゃなさそうだな。ねえキリト。ん？出会ったばかりの人にこんなこと頼むのは失礼かもしれないけど。なんだよ、言いにくいことなのか？僕と手合わせしてもらえないかな。手合わせって戦うってことか？うん。悪いやつじゃないが、変わったやつだ。僕がここにいられる時間もそんなに長くないと思うし、できればSAO をクリアしたような強い人と剣を合わせてみたいんだ。なんだろう、勇気の言葉、突拍子もないけどどこか真に迫るものがある。ただの興味本位っ
ってわけじゃないみたいだな。うん。よし、じゃあ手合わせしよう。本当？ SAO にはデュエルモードっていうシステムがある。それでいいか？うん、ありがとうキリト。ここでも大丈夫かな。うん、いけるみたいだ。やった。お、これってデュエル申請。準備ができてるなら丸の方にタッチしてくれ。うん。そうしたら衝撃決着モードを選んで。衝撃？一撃で決まるって意味じゃないから。クリティカルな攻撃を相手に当てるか、HP を半分まで減らせば決着になる。よかった。じゃあ始めるぞ。手加減はしないからな。望むところだよ。楽しみだね。行くよ。やったな。勇気もな。うん、僕もそこそこ自信はあったんだけど、キリトには全然かなわなかったよ。そんなことはないさ、勝負は紙一重だった。そう言ってもらえると嬉しいな。でも勇気、君は一体。行かないと。おい、行くってどこへ？ごめん、でも楽しかったよキリト。またいつか会えるといいな。ああ、そうだな。その時には僕ももっと強くなってるから。楽しみにしてるよ。勇気か。あの速さは限界を超えていた。あ、でもまたいつかどこかで会える気がする。